はい、どうもです。KY15 練習対戦研究実況配信の42回、アイデルンです。残りが5キャラ。アイデル入れて5キャラですね。まあ、14で久しぶりに復活して、まあ、14から続投のキャラですね。14では DLC キャラだった。まあ、マリーとかと一緒だったんだけど、14のハイデルはかなり強かったんだけど、今回はそんな目立ってないね。まあ大体14強かったやつ弱くなってるのが多いんだけど、まあ、特に弱くなってるかな、ハイデルは。熱帯でもあんま当たんないし、当たってもあんまり強いと感じないですね。まあ、結構わからん殺しができるポイントあるんだけど、全体的にリーチが、まあ、蹴り技特にリーチが長いんだけど、まあ、全体硬直が長めかな。飛びは強いね。飛びは、まあ、めくりが鋭いですね。で、ジャンプぶっ飛ばしとかも持続が長くて判定でかくて、結構空対空で噛み合うと大体勝つ。で、早めに出しても相模に当たる。結構強い技ですね。小ジャンプ C がしゃがみをめくれる。いい軌道で飛んでいく。ジャンディは長い。空対空で使える。はい、まあ、主にどこが弱いかっていうと、シャガコアがまず連打できない。これが刻めない。でコアコパコパしかないかな。でコパンが、まあ、小足に比べるとちょっと駒が短い。ちょっと離れちゃうと、まあ当たんなくなっちゃうと。まあ、2発でキャンセルするしかないんだけど、必殺技が大体単発で終わりで、コンボが短い。で、火力があんま出ないっていう感じかな。うん。はい。あと単純に背が高い。でかいのはこのゲームは不利。めくられやすいですね。はい、特殊技したナルナゲール。生出しだと単発の中断技、まあ、これキャンセル発動とかね。14ではこのキャンセル発動がすげえ強かったけど、まあ今回は補正が重いんでね。で強攻撃からキャンセルでつながると2段技になって、ただ2段目はキャンセルできない。1段目だけ必殺技キャンセルなの。2段目は超飛か発動ができるという技ですね。まあ、近距離強キック下段で結構発生早いんで、近D から繋ぐのもいいかもしれない。近 C より近 D の方が早いんかな。同じぐらいか。うん。で、ひざだだ。まず弾のクロスカッター。これがあんま強くないね。ハイデルンの弾は昔から強かったんだけど、まあ、アプデの影響もあって飛びに引っかかりにくいと。まあそれでもね、サイコボールとかよりはでかいんだよね。超ジャンじゃ飛び越えられない。まあ一部の技出しながらとか、まあいいよりは無理か。あ、いける。こんな感じで飛び越えることはできるけど、まあ踏みにくくなったって感じだよね。こういうのが多分前のバージョンなら当たってたんだよね。それが当たんなくなってるんで、引っかかりにくくなってると。まあこの弾自体の硬直も結構あったりして、あんま強くはない。ダメージも60なんであんま高くはないですね。DX 版も弱いですね、正直ね。なんか同時に3ヒットするんで、同時に3ヒットするとね、あんまりライン上げられないよね。連続でカッカッカッって当たれば、その間相手動けなくて攻めに行けるんだけど、一気に3ヒットしちゃうとあんまり単発だと、パザと変わらないんだよな。あんま強くないですね、これも。クロスカッター、まあ本当に飛ばれても大丈夫な距離で、とりあえず弱打って対空を見るみたいな。
そういう使い方かな。通常技キャンセルで出すと、あとはそんな強い方の弾ではないと。でムーンスラ、ムーンスラはまあまあ優秀な下弾上。ジャクは発生が早いんかな。まあ強とはそんな変わんないんだけど、若干ジャクの方が早い。まあ、どっちもジャク攻撃からつながるんで、あんま関係ないんだけど。で無敵がね、強ムーンスラは全身無敵なんだよね。これはねレオナより強いところですね。これ下段もいけるよね。強ムーンスラは全身無敵なんで、ぶっ放せる。対空にももちろん使え、まあ、対空は弱でもいいんだけど。で EX は発生早くて全身無敵で、リーチも長い。まあまあムーンスラは優秀かな。一応ね、弱ムーンスラはなんかね、当たる位置によってダメージがちょっと違って、先端とか下の方が当たると60しか減らないんだよね。これ60、立ち状態上の方で当たると80減るっていう、まあ、対空で当てた場合は80減るね。強ムーンスラはしゃがみでも立ちでも90です。まあ多分発生の速さの違いがあるから、対空なら弱の方が信頼できるかな。まあ無敵ないか、やっぱ対空無敵もないか。まあ強か EX だな。フレーム的に怪しいと思ったら EX で、まあ、基本は強で落とせばいいかな。まあ、めくりも落ちるよねムスラは。だいたい落ちるから、スパキャンも可能ですと。でストームブリンガー、ジャクは駒投げで、アップデで強版が打撃技になったんだよね。これが一応アップデで強化された点で、まあ、発生があんま早くない駒投げなんだけど、ジャク版ダメージ100で体力吸収、吸収量が35ぐらい、ちょっとよく正確には分かんないけど、多分35ぐらい吸収してる、33とかかもしれない。コンボにもなる。ジャクはだ、あんまりリーチがないね。今日は手の先でも当たるぐらい判定がでかい。あ、これあれか、ムンスラ空振りブリンガーあるか。ちょっと待って、ムンスラ空振って当ててもらってる。あ、117だな。ちょっと待って。100。あれ、強ブリンガーの方がダメージ高いんか、単純に。初段のダメージがあるか、今日は。あ、そういうこと。ムンスラ空振りブリンガーもあるよね。あ、あるよね。126になる。ムンスラ空振り強ブリンガーは。あ、高い。144になってる。あるね。EX ブリンガー、あ、EX ブリンガーの無敵？ちょっと待って。どこに無敵あんだ、これ。足元？いや、途中からだな。1フレーム敵じゃないっぽいな。多分途中から無敵がある。まあ、リバーサじゃないな。対空使える？これ。対空で使えるか。なるほどね。対空 EX ブリンガーじゃな、ありっちゃありかもね。判定の強さがあるんで。うん。なるほど。まあ、1フレーム的ではないと。で、まあ、今回強ブリンガーはコンボで使えるようになったんで、これで締めると、まあ、一応状況がいいんで、結構。こういう感じ。まあ、これを使いたいですね。うん、まあ、ジャックはガード崩すのに使う。これは多分結構使う機会多い技だと思う。はい。
で、スティンガー、これもアプデで判定が強化されたりした。まあ、ジャック・スティンガーは小技からつながるんで、こうね、まあ、ムーンスラよりダメージが高いっていうのがあって、一応こういくとムーンスラのド先端が当たるんでね。まあ強ムーンスラならいいのか。119、あのこっちの方減るか。これってなんでだろうな。コッパムーンスラ110、コッパスティンガー101だよね。ムーンスラもド先端だとダメージ下がる。強ムーンスラも先端は下がるか。あー70、あ下がってんのか。コアコパムーンスラは119で、コアコパスティンガーは、あーそういうことか。先端だとスティンガーの方が減るけど、それ以外はムーンスラの方が減るのか。まあでもスティンガーは受け身取れないんで、これもまた置き攻めいけるという利点があるよね。で、強スティンガーは判定かなりでかくなった。このぐらい上にもでかいんで、こんな感じで、これはコンボでまた使うんだよね。で、EX スティンガーが優秀な技で、5番からつながってワイヤーヒット壁バウンドすると、これを小技からつなぐんだよね。で、強スティンガーの判定強化がここで生きてきて、 EX スティンガー強スティンガーがそのままつながると。これは前のバージョンだと多分つながらなかったんだよね。ちょっと歩いたりしないと。こういってこういってこう、まあ、ここからスパキャンがちょいがつながるというのがあると。スティンガーガードされるとまあ大丈夫か。でも割と入れ込んでも大丈夫。強スティンガーは結構不利ある。弱は危ないね。うん、はい。で、アサルトセイバー、この技は強いですね。そのめくりながら切る。受け攻めとか一切ないけど、まあほぼガードすることはできない。ほぼガードできない。これ対戦でやられると、まあ、投げ暴れとかで勝てるんだけど、実際そんなとっさに投げ暴れをするのもむずいですね。この暴れ潰しとかも混ぜると、こういうの混ぜられるとまあ通っちゃうね。これ、まあ、ガードされるとね、大幅振りでめり込むんで、フルコンなんだけど、EX 版の方が一応振りが少ないのがあって、今日はビフリか。当て方による？ああ、今日はビフリなんだ。これがね、さっきちょっと調べた感じ、ストーンブリンガー、壊し、EX、 あ、これじゃねえな。なんだっけな。遅かったか、今の。これで5分になるっていうのがちょっとあって、持続重ねで5分になるっていうのは一応あるんだけど、まあ、5分になったからってね、向こうは投げ無敵でこっちは投げられるからね、投げ暴れを仕込むしかないんだけど、まあ、ビフリ背負ってムンスラとかもありだとは思うけど、危ないかな。スラッシュセーバーガードしたらさすがに向こうボタン押すよな。このビフリからムーンスラーとかやっていきたい、やっていきたいですね俺は。アサルトセイモン部長、スパキャン入れ込みで
消費が繋がりますね。まあ、ほぼガードされないから俺はスパキャン入れ込んでいいと思いますね。まあ、これとソンブリンガーでガードを崩して、まあ、あとは基本マーチっていうキャラだね。はい。で、消費がまず空いてるエンド。このゲームに珍しく弱強の性能の差がある消費。弱はその場で発生が早い。強は前に出ると。リーチが長い。まあ、いろんなとこから繋がると。モニスラからとか。ジンデン。で、スティンガーからもまあ、振り高いか。ディレイかけたりすれば入るかな。いいか。スティンガーからは使わないか。低めだったら繋がると思うけど。まあ、基本はムーンスラだね。まあ、こういうのもないか。ないか。地上コンボからか。そんな使わないか。マックス版は発生が早い、リーチが長い、演出が長い、GM、まあ使い方は同じかな。これも敵どうなんだっけ。あ、あるね。無敵あるんか、普通に。これ、パナセル技なんか、これ。あー、さすがに。さすがにだな。一瞬だけか。最初だけ。あー、最初だけだね。マックスマは大丈夫ね。突進力はすごい。マックスワンだけは無敵があるだって、まあ、このゲーム大長飛は大体そうですね。で、ハイデルンスラッシュ、これはまあ14の時すげえ強かったんだけど、まあ、結構補正が重くなってあんま減らなくなってる。これも長飛と、弱と強で強い性能の違いがあって、弱は近くに出す、強は遠くに出す。マックス版はレバー入れで変わると。消費版は弱強の違いだけなんだけど、マックス版はレバーで変わる。後ろ入れると近くに出る。離すと、まあ、中間ぐらい。前入れると遠くに出る。マックス版の方が発生が早いですね。で、まあ、1個っす。これ。これが多分アップデで繋がるようになったんだよね。強版スラッシュセイバー、違う、ハイデルスラッシュの発生が2フレ早くなってるっていう調整があって、多分このコンボをするための調整なんだよね。こう。で、追撃ができると。まあ、ここで入れる追撃は、走っててスティンガーが安定かな。ダッシュしてスティンガー、強弱が一応高いらしい。強スティンガー、弱スティンガー、こういって強弱がいいのかな。うん、あとね、ストンブリンガー締めだね。今回からできるようになった。スティンガー、強スティンガーちょっと走ってソンブリンガーかな。これね、コアコパ昇竜っていうのはちょっと出しづらいんだけど、まあ要練習。強スティンガーから無理かな。無理かな。キャンセル遅かったな。あ、まあ、ジャックスティンガーだな。ジャックスティンガー、ジャクスティンガー、ダッシュブリンガー、
を安定させたい。こうなんか、まあダメージは1低いけど、まあ状況が悪くない感じで体力吸収してるから、まあこっちの方がいいんじゃないかな。ブリンガーってゲージの回収はどうなんだっけ。あー結構溜まるね、結構溜まる、いいんじゃないか。まあだからこれを狙っていきたい。キャンセル遅くれんとこうなる。先行入力でダッシュブリンガーじゃないと入らない。このコンボ要練習だよね。これがなぁ、遠いと入らないんだよね。マジむずい。ちょっと遅らせた方がいいのかな。むずいね。全然安定せんだこれ。めくりもね見やすいんだよな。だいたい裏やろって感じなんだよなこれ。この扉と怪しい扉だいたい裏やろみたいな感じだって。まあでもね、前転めくり飛び行くと前転されること多いけど、前転狩りの立ちぶっ飛ばしが長いんで、前転狩りは結構簡単に仕込めるんでね。まあ置き攻めは弱くはないんじゃないか。で、マックス版ハイデルスラッシュは発生が早いんで、ここから入る。で、ムーンスラスパキャンから入るんで、で、3回ぐらいスティンガーが入るんで、まあダメージは伸ばせると。まあでもね、この技、フルに追撃して、他のキャラのマックス消費と同じぐらい、なんだよね、多分ダメージとしては。ただ難しいだけなんだよな、正直。まあ、ゲージ回収はできてるんだろうけど、ゲージ回収は他のキャラより優秀なんだろうけど、難しいコンボをやって他のキャラの普通のコンボぐらいしかやってないんだよな、多分。コンボミスったら全然減らないわけよね、そしたら。結構1、2もよるしね、コンボの。画面端だとこの EX スティンガーが裏行っちゃって、EX スティンガー、強スティンガーが入らないっていうのもあるしね。弱スティでいいのか。ああ、一応できるか。一応できるんだな。むずいですね。これでもコアコパコか、コパからは無理だな。こうなるよね。これ裏にスティンガー出せないよな。無理だよな。こういったらもう強ブリンガーを頑張って当てるしかない。これを頑張って当てるしかない。むずい。コンボがむずいんだよね。一応ね、マックスハイデルスラッシャーは、まあ、対空からのリターンが結構高い。こう待ってて、こうなった時のリターンがね、高いですと。こういうところはまあ強いところかな。結構したためて待ってて、そんな分かりやすい、途中分かりやすい飛びしてくるかっていうとあれだけど。これでゲージ回収どのぐらいできてるんだ。 0.5 ぐらいは回収されるんかな。ああ、このぐらいね。まあまあ悪くはないか。はい。
で、クライマックスゲイボルグ。ゲイボルグってか、俺ファイナルブリンガーでいいと思うんだけどな。なんでファイナルブリンガーやめちゃったのか。ちょっと理由がわかんないんだけど。これね、これは一応移動投げで、しかも太刀にしか当たらない、しゃがみに当たらない移動投げなんだよね。これでしゃがみに当たらない、ジャンプにも当たらない。なので、まあ、ぶっ放しは、まあ、相手が立ち攻撃出してたら当たるんだろうけど、多分しゃがみ攻撃には当たんないよね、これ。そうだよね、当たらないんだよね。当たらない。これには当たる。ってことな。まあ、そう、飛び道具を、弾抜け性能がかなりいいんで、これ確定してる。弾見てから一応隠らせられるぐらいの性能がある。これは？これはギリ隠ってない。まあ、弾の硬直長いキャラならって感じだよね。これ確定？これ確定。うん。弾キャラにね、端で狙うっていうのはありだと思う。あとはコンボなら空中の相手に当たるんで、もちろん。違うです。こういうのは入る。コンボにはつなぎやすいんだけど、なんかこの技自体のダメージがちょっと低いんで、433なんでちょっと低いんだよね。あんま火力は出ませんね。まあ、ハイエルンジエンドからとか。からって感じだね。750、っていう感じです。はい、コンボに行きますが、コンボはねやることは少ないですね。まず指導が基本はコアコポコパ。立ちコアも下段なんだけど、立ちコアが30減って下段で、しかも2回刻めるんだけど、この後がね、シャガコパは届かないんでね。で、立ちコア指導だと、下溜め上が作れないから、その後のコンボはやっぱね、これぐらいしかないんだよね。コアコアスティンガーとかしかなくて、まあ、コアコパコパスティンガーより一応ダメージ高いんだけど、これありなのかな？ありっちゃありか。コアコアスティンコア、これありかな。上段下段下段だけど、コアシャガコアから立ちコアは繋がんないんで、金 ABB か。金 A の方が一応発生が早い。こっちのがありかな。こっちのがありかな。めぐったら、ああこっちのがね、昇竜も出しやすいかもな、シャガコアより。遠い、ギリギリ届く。で、そう、 0.5 ゲージコンボはジャックスティンガーです。下ため作ってたらムスラでもいいんだけど、まあ、スティンガーでいいと思います。で、 0.5 だとブリンガー、強ブリンガー追撃、EX リンガー、強ブリンガーで、1ゲージだと微妙なんだよな。まあ、1つは EX ブリンガー、1つは EX ブリンガー、もう1個はムンスラからジエンド。
だけど、立ちコアだとムースラーはためらんないから、これ間に合わないよね。あ、これ入るか。これでいいか。これでも結構むずい。まあ、届くか。まあ、ね、これがあると。コパコア、コア、スティンガー、ジエンド。B96。まあ、ありか。まあ、でもここまでのコンボはあんま強くなくて、一応 1.5 ゲージで、これ行って、さっきやったけど、ここまで行くと結構減る。まあ、1.5 ゲージコンボならまあまあ減るっていう。ちょっとむずいけど、で、しかも 1もちょっと影響するけど。ここまで行って、まあまあ減るって感じ。ブリンガーダッシュ強ブリンガーだな、でまた2ゲージコンボはまた戻ってこう420、使えるコンボで使える技が少ないんだよね。スラッシュセイバーとクロスカッターまあコンボに絡めらんない。まあまあ、ムーンスラもそうだけど、貯めてないとね。でもこれとこれしかコンボに使える技がないんだよね。あと消費しかないんだよね。どっちもそれ当てて終わりな技だからな。コンボルートが非常に少ない。コパンから前火いけないし、繋がんないし。っていう感じやね。まああとは 2.5 だとまあこっからこれが届く強スティ弱スティ強ジエンドが届く、まあ、でもこんなコンボを実戦で決めるハイエラはなかなかいないような気がするけど、あんまりここまでゲージを使わなくていいっていうか、だいたい戦法な感じがするんだけど、ハイデルって対象ハイデルはまあよっぽどこだわりがないと、いう気がするな。ダッシュしないでブリンガー行ける距離まで走った方がいいかもしれないな。このガンですな。密着まで走ってジャクスティンがその場から強ブリンガーだな。ブリンガーの後はめくり飛びもあるし、表飛びもあるし、まあ、アサルトセイバー重ねるもあるんで。で、そう、アサルトセイバーは当てやすいんで、こういって、ここから入れ込みでこれをスパキャンすると。入れ込みで、100% 当たるやろ、つって。って打って、ここだな。絶対当たるやろうっていう感じでいくと、まあこれはゲージ俺入っていいと思うよね。こういうのもねほぼガードできないから、このぐらいしかやることがやることがっていう。で発動コンボがまた微妙なんだよね。どこかな、指導がまず、まあ、中断指導が1個あるけど、発動後は立ち強キックスティンガー、これ前 B 入れんとコンボダメージ減るんで、立ち D 直スティンガー入る自演ですね。こういってこういってこう、わこれマックスマンじゃなくて入んない、クリアブル4ゲージね。中断指導4ゲージって補正がすげえ重いんだけど、580また補せる体力なら
それ以外の指導がやっぱりね、下段刻みとかからなんでね。ここからちょっと走って金 D だけど、これもタイミング微妙にむずくて、立ち瓶だと遠いんだよね、ちょっと遠かったりするんで。こういって、こういくと661。まあめくりからこういってこういってこういってか、2段目まで入れて、これが一番高そうな指導 実践でありそうで、で709、飛びからいって800いかないもんね。やっぱり火力はちょっと低いんだけど、まあ、対象キャラではないっていうとこだよね。ゲージがあったらもう、まあ、守りの EX ムースラは強いっていうのと、まあ、スティンガーコンボ、ここにゲージを使う、ぐらいかな。あとはもう立ち回りをなんとか、これハイデルみたいなキャラで勝つにはもう遊ばないことよね。もう徹底する、もう相手に嫌われるてもいいぐらいの感じで、もうガン待ち徹底して、無駄な動きをしない、なんなら攻めない、飛びだけ見て落とす、弾打って待つ、もう余計なね、余計なことしない、近づかない、リスクの少ない行動しかしないみたいな。崩しはもう徹底して、徹底して、これかな。駒だけはリスクあるんでね。やるとしても1ラウンドに1回ぐらい。基本は他の行動、基本は打撃で、もう絶対飛ばないって時だけ投げ、みたいな感じだよね。しないんだよね、強弱っていかないと安定しない。このカネむずい。コンボは難しいから、あんま高いの狙わないでいいと思う。簡単なやつ狙えばいい、簡単なやつでいいと思う。まあただゲージ貯めて次のやつ回す役割かな。時間使って嫌がらせをしていく。タチコはタチコはなんか強い気がしてきたな。ダメージ高いし、エーレンのモーションも面白いし、あとはそう、前転狩りね、前転狩り、リバーサーダウンで、これが大事で、まあ、このハイデルに限った話じゃないけど、ストーンブリンガーします。めくり飛びに行って、これが届くんだよね、これが。で、これ全然知らなかったんだけど、このゲームってこう、前レッパで貯めて前転された時に、後ろパンチとか押したら、そのまま、溜め技が出るんだよね。これ位置入れ替わった時に前溜めが後ろ溜めに変換されて、そのままムーズ、あのクロスカッターが出せるっていう。こういって仕込みのからこれが出せるんだよね、まあ、レオナとかもこれなんだよね。全然知らなかったんだけど、これがあるので、まあ、前転狩りが強いと。
ちなみに今のところまで確認ができると、スパキャンしなきゃダメか。スパキャンじゃなきゃ入んない。これが入ると、この前転狩りのリターンが結構高い。これ結構練習いると思うけどね。後転だった場合はもちろんぶっ飛ばで終わっちゃうんだけど、はい、一応スラッシュセイバーができるか。これね、確認して前転だったたらクロスカッター、後転だったらスラッシュセイバーみたいな。どっちもスラッシュセイバーいけたっけ。ああ、一応どっちもこれでいいのか。どっちもスラッシュセイバーでもいいのか。こっちのがちょっと補正重いとかあるか。あ、タイミングによってダメ。これ今 CPU だからそっち行ったけど、人間だったらそっちに入力にはならないから。出ない。これスパキャンすれば入るよね。次行っちゃうと出ないんか、これ。届かない。ちょっと深すぎた、飛びが。出ない。前転狩りってはこれ結構苦手なんだけどね。違うな。でこうかな。できればいいのかな。でもクロスカッターの方がやっぱダメージ高いな、多分な。補正が全然違いそうな感じがする、うん、こんな感じかな。あとは立ち回りでどうにかって感じですかね。うん、あんまりやっぱりちょっとねパワーが足りない感じがするんだけど、徹底した寒いプレイができればまだいけるんじゃないかと思う。俺は苦手な感じだけど。はい、じゃあマデルンさんこんな感じで、うん、よし。でね、ちょっとさっき最初にも言ったけど、本当は今日は対戦をする日なんだけども、ちょっと体調がよろしくないので対戦は次回で。ちょっと枠閉じて次に行くけど、ちょっと一旦休憩を挟みますわ。ちょっとお手洗いに行ってまいりますので、ちょっと時間を置いて再開すると思いますので、一旦終わります。おつ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 